はい、こんにちは。北島アクアティクスのケンピーです。本日のカット TV は世界マスターズの情報についてと、あとは僕らの練習の状況をちょっとお伝えする動画にしたいなと思います。でですね、ちょっとニュース見てる方はもう先に情報を取り入れてる方はもうすでに知ってると思うんですけど、前回の動画で世界水泳が延期になってしまったっていうところで、動画を上げたと思うんですけど、新しくちょっと世界マスターズの方が皆さんの方からニュースが出まして、正式に世界マスターズ福岡で行われる予定だった世界マスターズが8月2日から8月11日に延期になったっていうところで、本来5月末から6月頭にかけてだったんですけど、そこに目指して僕ら目標立ててやろうっていう風に動画上げてたと思うんですけど、ちょっとそこがね8月にずれ込むっていうちょっと延期になったので、引き続きトレーニングについては、頑張っていきたいなって思うのと、あとは掲げてる目標については、現状ちょっとこのままでいこうかなと思います。ちょっと現状まだいろいろ動画上げてると思うんですけど、まだちょっとなかなか上げてないので、ちょっとトレーニングをしてて、一度1本目の動画で出した目標タイムを目指してちょっとトレーニングを積んでいきたいなと思ってます。で、今日はですね、この後ちょっとアクアラブ、この流水プールで僕とブッチーで、一緒にトレーニングする動画と、現状ちょっと細川コーチもね、何回かこの期間1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、その間に何回か、コンサートで測定だったりプールの方で、練習している動画を撮ってますので、ちょっと今日はその動画を、見ずにお送りしたいなと思います。ぜひコメント欄で、応援の言葉だったり、ここ直した方がいいよってぜひこういうとこ弱いんじゃないっていうのをコメントで知った激励をいただけたらなと思ってます。はい、では早速ぶっちトレーニング頑張っていきましょう。頑張ります。はい、では行きます。お願いします。では今からメイン練習を今日やっていきたいと思います。で、今日のメインなんですけど、30秒を、このアクアラブの最高速度ですね、 2.2 の速度で僕とケンピーが交互に30秒泳ぐっていうのを、5セットいきたいと思います。なので1人 5回ですね泳いでいきたいと思います。ケンピーはバッター、僕バッターあります。ケンピーはフリーですね、はい、なのでちょっと 2.2 で泳いで体絞っていきたいと思います。はい。はい、頑張りましょう。頑張ります。おきちい。いやもう結構頑張りましたね。これ結構きついですね。でもいい練習、本当。ちょっと1本ばったりやったんですけど、僕ブチすごいわ。じゃあもう最後じゃあいやしんどい、バッターしんどいこれ。まあちょっとこんな感じでアクアラブは合同トレーニングもできるんで、30秒っていうずっと同じ泳速が前から流れてくるんで、それに対して負けないように泳ぐにはやっぱりスピード、持久力もつく練習にもなります。こういうのはこんな感じで僕とブッチは練習してます。でプールでちょっと今度タイム測って、まず僕は50クロールをタイム測りたいなと思うので、そこのちょっとタイムも参考にこれからトレーニング積んでいきたいなと思います。ちょっと細川コーチのはこの後1ヶ月間の中で2回ぐらいかなで泳いで映像を撮ってるのがあるので、この後流します。ではブッチお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、さあ今日は2回目の測定日、1月前回9ぐらいに50バートやったんですけど、正月取ったから今ちょっと落としてどうなってるかやりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。世界マスターズへ向けて。はい、行きまーす。テイキャーマー。はい、タイム、はい、25秒96です。よし、もう25秒出ちゃいましたね。いやー、これちょっと目標上げた方がいいじゃないですか。いや、だって僕は調水で24秒でしょ。はい、頑張ります。まあまあ良かったんじゃないですか。ご期待皆さん。はい、ありがとうございました。